販売員から美白パックをいっぱいもらったミサエ。しんのすけは早速体全身塗っていたずらをします。するとパックはつるんと剥かれて、しんのすけの抜け殻ができました。抜け殻も男前ですな。あ、アクション仮面始まる。しんのすけがそう言って抜け殻から目を離すと、抜け殻が動き始めました。しんのすけの代わりにおやつを食べたり、おもちゃで遊んだりします。おやつがなく、おもちゃが散らかっているのを不審に思うしんのすけがトイレに行くと、抜け殻と鉢合わせになりました。もしかして、チョコビ食べて、おもちゃ散らかしたのって。抜け殻が口からチョコビとお姉さんの方を出したので、犯人が判明。抜け殻におもちゃを片付けるように命じました。しかしいつの間にか抜け殻は数が増えており、しんのすけを襲います。オラがカラノスケになっちゃう。しんのすけは美白パックまみれになりながらも、なんとか抜け殻たちを掃除機で吸い込んで撃退しました。